違法操業の台湾漁船が海保巡視船に衝突、尖閣諸島で、昨日の午後3時ごろ、尖閣諸島の日本の領海の中で違法操業していた台湾の漁船が海上保安庁の巡視船クリマに追突したことが明らかになりました。こちら双方、損傷は軽微だとされておりますが、加藤官房長官は記者会見にて、直ちに台湾側に 然るべき申し入れを行った日本政府として必要な調査を行い適切に対応していきたいと説明しましたこの衝突事件においては海上班長の巡視船クリマが台湾漁船新領派236号の違法操業を確認し領海から退去するよう警告しながら並走していたところ台湾漁船が巡視船に 追突してしてまった模様ですまたこの事件について漁船の船長は日本の領海内で操業していなかったが漁具が領海内に流されてしまいそれを拾うために中に入ったと説明しておりますが、まあ、それを操業していると言うんじゃないでしょうかさらに台湾政府は日本側に関心のみを表明し事実がまだ 明らかになっていないとして、どちらか一方を非難することはしないと表明いたしました。まあ、この台湾漁船については、日台漁業取決めによって、尖閣諸島周辺であっても、日本の領海の外であれば、排他的経済水域であればですね、操業が可能でございますが、今回は領海の中の 違法操業になってしまってりりりまままますすのので取締りの対象となります、ま、たこういった海上保安庁の対応は、まあ、中国予選の衝突事件においてすでに明らかになっておりますが巡視船が対応している位置や対応の様子などは映像などで記録がなされておりますので日本側の海上保安庁の主張を裏付けるのはまごく簡単でしょう。 日本政府には、海上保安庁には、今回の衝突事件について、法律に基づき、粛々と対応を進めていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。